y イコール x プラス2というのは、もちろん、直線の方程式であり、図形はこのようになりますね。では、y 大なり x プラス2という不等式は、グラフ上ではどのようなことを表しているのでしょうか。このページでは、それを勉強します。まず、この直線の表を書いてみます。こうなります。x の値が3の時、y の値は、この式により、5となります。もちろん、これは、この点を表しているわけです。では、この不等式を考えましょう。まず、表を書いてみます。x の値が3の場合、ここに入る値は何でしょう。まず、自分で考えてみてください。この不等式の右辺では、x に3を代入すると、式の値は5になります。よって、この式より、y は、5より大きい値であればいい、ということがわかります。よって、6は OK ですね。7も大丈夫。100でも大丈夫です。5.1 でも大丈夫。つまり、5より大きな値なら、何でも良い、ということになりますね。よって、グラフでは、このような点が許されることになります。この後、言いたいことは、もうわかりましたね。つまり、この不等式が表しているのは、この範囲を表しているのです。このような範囲のことを、領域、と言います。ちなみに、この式では、この不等号が、イコールのついていないタイプなので、直線上の点は、含まないことになります。境界線を含まない。という言い方をします。もし、不等号が、この、イコールのついているタイプの場合は、その直線そのものも含まれます。つまり、境界線を含む、となります。また、この不等号が、小なり、の場合は、この直線より下の部分を表していることになります。ただし、この不等号なら、境界線を含まない、です。二次式の場合も見てみましょう。y、大なり、x の二乗、マイナス3、この不等式の表す領域はどうなるでしょう。もう簡単ですね。不等号が、大なり、になっているので、この、放物線の上の部分、となります。イコールがついていないので、境界線は含まない、です。不等号が、小なり、なら、この領域を表すことになりますね。もう、一つ。この不等式の表す領域はどこでしょう。この式を見ると、円に関係していることがわかります。中心が、括弧、3、1。半径が4の円を感じますね。まず、この円を書いておきます。ズバリ、この不等式が表す領域は、この円の内部です。このように判断する理由を説明します。この不等式の中に、x と y が含まれていますが、これは、この円周上の点の座標という意味ではなく、この平面上のある点の座標という意味です。ここだとします。そして、この式の左辺は、この点から、この、円の中心までの距離の二乗を表していることがわかります。右辺は、16となっています。よって、この不等式が表していることは、この距離の二乗が、16より小さい、ということになりますね。つまり、距離が4より小さいということです。よって、この円の内部の領域を表していることになるのです。この場合は、
不等号にイコールが含まれていないので、境界線は含まれません。また、この不等号が、大なりになっていれば、円の外部を表していることになります。終わり。